誰の藤村もうあともう藤村なんたらぐらい。そうっす、何がいいかな、まあ、ビッグバード戦が結構ツッコミどころとしてはあるかもね。ぬるかったなというか。お、はい、ラシード戦はいくらでも穴が出てくるよね。そうっすね、 100% だったら絶対負けないですからね。そうだね、言うて。足元手がうまい、すごいな、この息吹の人。難しいのに、あ、入れ替えられちゃった。今のが落ちるんですか。落ちますよそれは。今のが落ちるんですか。落ちて置き攻めですよ。最近ね、この息吹、あ、人ね、確認することに凝っちゃってて。ああ、そうなんですか。合気を使い始めてから確認する作業が楽しくて、立ち台パン確認とか中足確認楽しいなっつって、はいはい、やるようになっちゃって。立ち台パンあれ何フレなんすか。いよいよいつだろうな、10、ちょ、忘れた、17か16か。ああ、まあぐらいできる範囲っすね。じゃあワンチャン18あったのか。気づいたら終わってるし、まあ、ラシード戦そんな立ち台パン当てに行くゲームじゃないんで、もうそもそも間違ってるこれ、立ち回りが前のめりだったな。これは逆にですか。うん、うまい。入れ替え。これ V リバー。おお。V リバーじゃない。ああ、これね、ゲージがなかった、ね。ゲージがないから何もそうはないですか、あの状況って。全投げしないとダメで、全投げしちゃうとくらいなくなるからそれはしたくないみたいな。全投げはさすがにしないですもんね。で V スキルは単発で当たってそれで終わり。あ、拾えない。次が。これ中足とか中足スパイクで死ぬから結構もう近寄れない、行きたくない行きたくないっていう。ただ V トリガーゲージ全然減らんよなこれって思ってた。行くしかない。いやこれな、まあ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 、今の弱ライダーで置き攻めの方が、はい、圧はあったと思う相手にとって。ただ強ライダーだと小技で死ぬから、まあ、どっちがいいのかって感じだよね。お好みって感じですか。そう、クナイがただ1本しかなかったから、5本ぐらいあったら、はい、強ライダーでぶっ飛ばしてクナイ投げてれば結構強い。うまっ、あの対空できるんですか。まあ置き攻めすんのも怖いですもんね。そう、逆卓があるから。そうなんですよ。いや、しかも結構オイルキングはね、オイルキングじゃないや、ビッグバードはね、やってきますか、逆卓のこの中足とかをかなり使ってくる。エボでもやってたし今回もやってましたからね。なんかそのノジアイとかもしたんだけど、前ジャンプジャックスパイクとかやりだして、そんなことやんのと思った。これはね、しゃがみダイパーに差し替え、トリガーで差し替えすれば終わりなんだけど、いや今の中足も確認できてるやなっていうのはあるね。中足は16でしたっけ。そう、5機と同じです。苦し紛れのこれ、まあ、お、殿下の宝刀。まあまあ、これは別に中足カウンター確認普通。序盤からくらい投げることが多い。そうだね、ちょっと確かに戦い方変化も必要かなと思って。全然投げないイメージありましたもんね。いやでも結局使わない、なんか投げても結局補充するし、トータル損してる気がするんだよね。ていうか、あとラシード戦は投げないときつい。ラシードとか豪気には投げないとマジできつい。地上はとかっていう話ですか。そう、なんかリーサルうんぬんじゃなくて、はい、てかそのなんていうの、ゲージとかクナイ貯めてリーサルで倒すとかいうプランで倒すのは、はいはい、あんまりいい戦略じゃない、このラシードとか豪気に対しては。逆転力あるからですか。立ち回りがあんまやっぱ楽じゃないから、くらい使っていかないとね、きつい。ああ、でも合気戦は結構人読みで、あんまり人によっては使わない方がいいとかありますね。そもそも合気には難しいからあんまりやんない方がいいけど、かりん戦とかはじゃあそんなに立ち回りがきつくないから
かりん戦は単純にあとその技相性とかあって、はい、あ、はいはい、技振ってるとこに当ててこっちは角半もらうって結構あるじゃん、区内そうですね、ありますね、怒りやすいからやんないっすね、あんまり足早いしな、すごいクラカンしてる、あーなんか悩んでる、いやさっきのね、ああすごい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 、これはきつくないですか、きつい、終わったこれね、かなり読み負けてんだよね、大系発動のところ、うん、こんな分かりやすいとこ逆に来ないでしょっつって、はい投げ抜けって押したら、はいはい、余裕できてて、いやそれが強いんですよね、らしいと大系発動かなり強いですよね、やっぱなビッグバード、いやもうちょい慎重に打つイメージがの試合でついちゃってるから、あ難しいですね、だから大会だからっていう、むずいよな、そのセオリー通りにやってればよかったっていう後悔ってさ、まあ、まあ、難しいですよね、あもうほらもうダメ確認できてない、藤村さん、あ相手もめっちゃ走ってたよすげえ走った、お互い2回走った、バチバチしてますね、うわ漏れた、紋章がこれに化けることかなりあります、これは反省点、あのそうです V5 に変えてやっぱ昇竜が暴発しやすくなったから、化けちゃダメですよ、はいすいません頑張りますああこれね投げようとしたらやっぱあちょっと距離が遅らせ、多分遅らせてたんちゃうかな、相手がこれもうパラさねえだろうと思ったパラした、いやでも ここ一番今のきついっすね、近づいた時点でもうなんかもう近づいた方が不利みたいなとこないっすか今の、いやあそこはパラすんだったらもっと早くパラすまで行ったんだけど、あいやまあパラしてくるとはねって感じ、こういう読み合いねビッグバードに負けるんですよ、さすがに安直だろお前っていうところで食らっちゃう、やってくるんですね、まあ、やっぱダメなんだな、いやそこまでは安直じゃないのに最後の最後は安直なんですよこれ、やられた、何今の見えねえ、これも暴発、あのコパントリガーとかをやろうとして、はい、あのうわうまい、粘れ、お、はいはい、うまい、これマジうまい、今のはあ、いやもうあれはしょうがない、あすいませんこれうまい、マジでうまい、ラシードの壁ジャンプにみんな被害、これはこれねもう倒せない、行くルートはないっすと思う、区内があればって感じで、おおすごいすごいお互いすごい、おお早めのこれはあのプラン的にはガードされても、はい、ガードされたら次もう一回打撃をして、はい、それに V リバーかけてくるだろうから大パンを用意するっていう状況的にね、なんかそれでブリバコン買ったらもう負けでいいわぐらい、おなんか無理そうだなって、立ち回りに戻ってもきついですもんね、そうもうこれでここで勝負いこうと思っていった、惜しい、いや対空出ないね、やっぱ対空がこれねもうワール狙ってんだけど、いやもうワール狙ってたらワール狙ってる時の飛びが飛ばれてあってなって次ワール止められない、いやもうどこで説教しようかなと思ったんですけど、これ無理でしたわ、これえちょっとじゃあこれほんまあれなんやって、えちょもう一回戻して戻して、もう一回ですか、いやあん時の飛びはね誰に戻せませんわ、これ勝ったと思ったんだよ、むしろ勝ったっていうかおいしいっつって EX ワールを、はい、いや入れ替わるじゃん、入れ替わる、 ありますねだからあっつってこれマジで行き過ぎた、前歩いて V トリガー押すぞって押そうとしたら、そうですよね、なんか食らってて、あ死んだ、あれ食らうとかあるんですか、びっくりした、いやこれはちょっとさすがに攻めらんないですね、しゃあないですね、いやーこれこのキャラ自由自在すぎない、あのね今の最後はほんまになんて言うんだろう、え死んだのって感じだった、交通事故みたいな、うーん、え急に死んでましたね、だから歩くのが早かったんだね、あでも藤村さんの頭の中ではもうそうもうトリガー発動して、トリガー発動してそうワンコンボ美味しいですからもう浮き攻め全力でいくぞっつって気がついたら死んでた、前捨て投げいくぞって思ってたら死んでた、そう頭部に竜巻を受けて絶命しましたあんな当たり方あるんですね、いやー悲しい、あと
壁ジャンプきついっすね、やっぱり近めの。そう、壁じゃん一応対策、その距離限定すればあるっちゃあるんだけど、やっぱね、そのしかも全部をじゃあさばけますかっていうと無理。そうだから、そのさばける距離まで行っちゃうとラシードが追い返すの簡単になるとかいろいろあるじゃん。そうっすよね、あれはちょっとだメモリーの話ですよね。そう、その壁ジャンプに対して前ジャンプで追いかけに行って、はい、どうのこうのやるっていうのが結局期待値高い、簡単だし、あもう読みで行っちゃうのがいいのかな最終的には。そこに、いやでも読みは、まあ、怖いな。でも大会ってやっぱ難しいことやると勝てんから、はい、そうですね、まあそんな感じかな。